ワイルドブルー山下紘輝かけるに高塚ひろむ草なぎ強し桐谷健太かける IMP 影山拓也らも紙面に登場画像ワイルドブルー山下紘輝かけるに高塚ひろむマゼルがジュノン12月号臨蔵版10月22日発売の表紙と裏表紙に登場することが分かったジュノン12月号は 表紙の絵柄と付録が異なる2形態で観光12月号に登場する面々が表紙に大集合する通常版は綱系と辰巳優斗の写真がそれぞれ両面に印刷された厚紙ピンナップが付録ワゼルが表紙裏表紙をジャックする臨場版は8人の魅力がギュッと詰まったピンナップが付録となっているワゼル2023年5月にシングルビビッド で鮮烈なデビューを果たし、2年目に突入したマゼル。8都市級公演のワンマンツアーに続き、初のアリーナ公演も成功させ、人気急上昇中のグループが、ジュノン、に降臨。色鮮やかな個性を持つ8人から目離せない、マゼルインタビュー抜粋、新曲の聴きどころとう合宿の思い出、9新曲、マズケレード、は、かなり新鮮なテイストですね。 はやと、マゼルが化ける、ことを意識して作られていて、僕たちが演じたり声を変えてみたりしています。普段と違うメンバーの一面に注目して、聴いてほしいですね。ラン、重ためのサウンドと、歌い方では危うさや不気味さを意識していて、耳に残る楽曲になりました。カイリューサビで盛り上がる曲が多いですが、この曲は不気味な部分がサビで一番出るので、 聞いたことないテイストだな、と感じる人が多そう。タクト、ダンスも、ボーイズグループではあまり見たことない感じに仕上がってます。なんだろう、この動きは、似たような振りがあったり、その不思議さが見どころです。旧収録曲の、Our Life is Always Lee、は、スカイハイさんと伊豆で合宿して制作したとか、なおや社長、スカイハイと一緒に寝泊まりするのが初めてで、 夜遅くまで一緒にゲームしたりお話できて嬉しかったし、社長をより好きになりました。A 期、この曲は MZ イズムというテーマを掲げ、合宿でマゼルのイズムを追い求める狙いがあったんですが、出た答えは、とにかく楽しむ。それを体現した合宿になりましたし、曲自体も思い出を詰め込んだ大好きな作品になりました。生徒、楽しいだけじゃなく、 トレーニングなどしんどいことを社長と共有して頑張れたことも良かったです。ゆきバーベキューでは社長がお肉を焼いてくださって、僕たちがやります、と言っても、いや、やりたいから、と断るんです。なんて暖かい会社なんだと思ったし、その後のお風呂は染みました、わら。スタッフさんともたくさんコミュニケーションを取れて、一段といい作品を作れる環境になったと思います。 ワイルドブルー山下幸喜かけるに高塚ひろむ、いに高塚ひろむ、だか、は、はしごだかが正式表記、からのラブコールで、念願のワイルドブルー山下幸喜との2ショットが実現。実はちゃんと話すのは初めて、とのことで、尊さ満載の、コキロム、に注目だ。ワイルドブルー山下幸喜かけるに高塚ひろむインタビュー抜粋。 植物動物好きな高塚と洋服好きな山下。高塚、趣味とか聞いてもいいですか山下、洋服が大好きで、古着もよく着てます。高塚、インスタで見たけど、洋服めっちゃくちゃあるよね。山下、でも、買い物はあんまり行かないんですよ。高塚、どこで買ってるの山下、よく行くお店があって、いつもそこで一気に買っちゃうので、 お店をいろいろ回ったりはしないです。高塚、お店の人と仲がいいんだ。山下、僕の知り合いのお友達がやってるお店で、って言ったら、僕とは他人になっちゃうんですけど、わら。紹介していただいて、それから仲良くさせてもらっています。タイム君は何に興味があるんですか高塚、僕は生き物がめっちゃ好きで、動物もだけど植物も好きで、 家の中には観葉植物が50種類はあるかな。山下、すごい、僕の家にもパキラありますよ。高塚、マジで、うちにもパキラある。わら、植物に関して困ったことがあったら何でも聞いて。そんなにないとは思うけど、わら、山下、ありがとうございます。わら、草薙剛12月から始まる舞台、ベニスの商人、で主演を務める草薙剛なぎ、 は、弓犬に旧自体の前プラス等が正式表記。タイトルの、商人にちなんで、草薙的、買い物哲学、を聞いた。草薙強しインタビュー抜粋、買ったものからパワーをもらう、買い物大好きの物欲モンスター。買い物は大好きだね、もう買いまくり、物欲モンスターですよ、わら、だからものは増える一方で、ジーンズだってたくさん持ってるんだから。 もういいじゃないかって思うのにまた買うんだよね。今日から買わない、今月は買わない、今年はもう買わないっていうのが私の合言葉になってますけど、またすぐ買う、笑。買いすぎたり、同じようなものを買っちゃうと、ガビーンって凹むこともあるけど、買ってるときは脳からアドレナリンかなんかがブワーって出てるんだろうね。この前、ヴィンテージを買ったばっかなのに、また買っちゃっていいのかな。とかさ、 わら。それでいて、買ったら別にって感じだったり、わら。でも買い物って、今日や明日を頑張ったり、これを買うために頑張ろうとか、自分の活力やモチベーションになる部分もあるので、いい意味で活用できればなとは思うよね。それに、ヴィンテージと呼ばれる古いものって、輝きとかオーラがあるからパワーをもらえる気がするんだよね。だから買っても損はないというか、 自分を元気にさせてくれるのであればいいかなって。桐谷健太 ×IMP、影山拓也、ドラマ、クロスの女スクープという名の狂気。で、週刊誌記者の先輩、後輩としてバディを組む桐谷健太 &IMP。影山拓也、初共演ながらも息ぴったりのようで、スクープを狙う役柄にちなみ、二人の人に一番見られたくないもの、など、 気になるマル秘事項を探った。桐谷健太かける i m p 影山拓也インタビュー抜粋、回答も息ぴったりの二人、Q、寝顔、本棚、バッグの中、一番見られたくないのは、桐谷、ええー、んやろ、影山、僕は圧倒的に寝顔です。信じられないくらい不細工になるんです。桐谷、なんでわかるの影山、言われるんです。 僕は四人兄弟で、お兄ちゃんも妹も寝顔が終わってるんですよ。ということは、おそらく自分もそうだろうっていう、笑。口が開いてしまうから、最近は口に貼るテープをしてから寝るようになりました。桐谷、お兄ちゃんとか、どんな顔で寝てるん気になるわ、影山、口を開けていびきをかいて、ちょっとよだれまで垂れてる、みたいな。僕もそうなのかなって、桐谷、 しっかり寝てます。みたいな寝方やな、わら。影山、桐谷さんはどれですか桐谷、この三つの中やったら、俺も寝顔かな。バッグに入っている、ちょっと変わってるものといえばサプリくらいで、他は別に何も大したもん入れてないし。わ、まあ、寝顔を選んだけども、普通に人がガーッとおる中でもどこでも静まられるんやけどね、わら。でも、別に見られたくはないよね、わら。